ちらの資料がですね、勝海舟の代表作になります自画山勧輪丸になります。まあ、上の漢詩、下の勧輪丸の絵、共に勝海舟が描いております。安政7年万延元年に、勧輪丸がですね、日米修好通商条約の批准を交わすために江戸の品川を出港しまして、まあ、2月に、サンフランシスコ港に、到着しております。まあ、勝海舟は、艦長のような役割だったんですけれども、まあ、船酔いしやすい体質でですね、航海、まあ、ずっと、嵐に巻き込まれる、まあ、難航海だったということなんですけれども、まあ、サンフランシスコに、着いてみるとですね、まあ、それまでの、荒れた海が嘘のように、穏やかだったと。そこでこの上の歌を読むんですけれども、目の前に見えている月がですね、日本で見る月と同じはずなのに違って見えると、まあ、思えば遠くまで来たな、まあ、そういう感慨を歌った歌になっております。